じゃあ次の質問に対する、日本はアンダー世代で結果を出しているのが強みだと思うが、フル代表の結果につながってきたかわからないのが今の日本。アンダーカテゴリーからフル代表までにギャップがあると考えているのか、ギャップがあるとしたらどう乗り越えたいかという質問に対する答えです。アンダーカテゴリーのところでの優勝経験や、アンダー17やアンダー20からそこからどうフル代表につなげていくかは課題というか、つなげていくのが重要なところだと思っている。欧州ではアンダー20が終わってからフル代表までに自チームの国際大会、各国が近かったり、いろんな国際経験を詰めている部分があるのかなと思っている。日本もアンダーカテゴリーからフル代表までにいかにタフな試合を詰めているかが少しずつ経験の差になってしまっていると感じている。ただ言い訳というか、それだけじゃ進まないので、高倉監督の時も行っているが、男子のチームを借りてトレーニングをマッチするとか、いろんな強度の違いや選手の負荷をコントロールして刺激を入れるようなアプローチをしていって、力をつけているチーム選手にしていってフル代表で差が出ないようにしたい。そういったことで日本のやれること、ストロングや武器を磨いて戦っていけるチームにしていきたいとのことです。なんかね、難しい話だなって思うよ私は。そのタフな試合を詰めるかっていうところに関して言うと、私の意見からするともう海外に出た方がいいですよっていう、今の現状ね、手っ取り早くね。でタフな生活が海外にはあるし、タフな戦いがね海外にはあるし、多分それが一番手っ取り早い、はいはい、しかもそれが日常的に行われるから。けど男子の力を借りるってなると、その代表合宿の時にしかそれを経験できないわけじゃんってなってくると、やっぱり長い期間、そういう環境に慣れているものが習慣化されていくから、一時的にそうやって男子とやるのだとあんまり効果は期待できないのかなっていうのが私のね意見。そうだね、だから私も同意見今だから今現状ね、 WE リーグがどのレベルにあるかっていうのをちゃんと理解してるのかなっていうのは思う。みんな口々にレベルアップしていかなきゃいけないっていうのは言ってるけど、まあ現状ね、まだそのレベルアップっていうのはそんな急にバンってなるわけじゃないから、まあ、まあちょっとずつレベルアップするにしても、今のそのリーグとしての世界から見たレベルの位置はどこなのかっていうのをちゃんと理解していないと、まあユリーの言ったようにね、今はまだ海外に出ちゃった方が早いっていうのは現実そうだと思います。だってまずもうフィジカルっていうか、そのスピード、まあ、全部だね、だ全部が違うんだよね、全部が違うの。そう、味方のスピードも違うし相手のスピードも違うからってなってくると、はいはいはい、自分のプレーも変わってくるわけ。だからやっぱりそこで当たり前の基準がちょっとずつやっぱ変わってくるから、でそのこのスピードに対してじゃあ自分はどう対応しなきゃいけないのかっていう発想にどんどんなっていくから、毎日毎日それを積み重ねていくとってなってくると、もう自然に体がそういう体になっていく。林穂乃香選手が試合の後にちょっとコメントしてたんだけど、アイスランド戦ちょっと後半最後の方出て、でスウェーデンで今ずっとやってて、そういうフィジカルだったりスピードだったりっていうのに今もうそのスピードに慣れたから、代表に行って海外の選手とこう試合した時にそのギャップを感じなくなったみたいなコメントをしてたの。はいはいはい、だからいやそれはすごいわかる、私もだからドイツに行ってその後に代表に入った時に、その相手とこう対峙した時に、なんかそう前まではいやもうこれやられるしかないみたいなメンタルの立ち位置だったんだけど、いや何このスピードみたいなだったのが、やっぱりその向こうのスピードに慣れたっていうのがあったから、自分がどう対応するかっていうのをちゃんと冷静に判断できるようになったなっていうのはすごい。だから一緒です林さん。だから林さんはそういった意味ではね、スウェーデンでかなりいい時間を過ごせてるのかなっていうのはすごく感じるね。私そう練習からそういう環境にいればね、おのずと身につくし、やっとやっぱ試合だね。海外の選手って試合になるとね、なんかもう別人かのようになるんじゃんやっぱ試合に出続けてるからこそ、林さんはそういうことを感じれたのかなってのは思う。素晴らしいです、林選手。じゃあ次いきます。代表チームの監督として、はい、ラージグループから競争を促してチーム作りをしていくのか、それともサッカーの軸になる選手を置いていくのかという質問に対して、
選手は成長するスピードはまちまちだと思っている。いろんな試合を見せさせていただいている中、そのチームがどういった戦術、どういったトライをしながらそのゲームをやっているかにも興味があって、そういう話ができるように常に選手の所属チームの監督やスタッフ、コーチにもいろんな話を聞いていろんなことを吸収したいと思っている。 WE リーグも始まったので、どの選手を中心にという軸を決めてというよりは、まず現在なでしこジャパンで日本を代表する選手としてのポテンシャル、もちろん技術もそうだし、メンタル的にもタフネス的にも健康のこともそうだし、全てのことを総合して選手を選び、トレーニングキャンプを繰り返すうちにグループの中でどういう力を発揮できているかを考えてチーム作りを固めていきたいと思っている。それが今までのやり方であり、これからのイメージとしても持っているだそうです。はい、ではお聞きします。そうだね、だからまあまあ、でもチーム作りってそういうことだよね。だってこう、うん、今現状レベルの高いいい選手を集めて、その選手たちがマッチする選手だから、このグループだといいパフォーマンスできるっていう人たちがこう中心になっていくっていうのは、まあその組織作りとしては昔からやってるって言ってる通り基本ですよね。ただね、あのメンバーを見た時に私はもう一頭先に疑問でした。試合に出てない人も入っていますよっていうのは正直な疑問でした。なのでまあそのどの時点の試合を見たのかは分かりませんが、そのまあ、あの、まあ、見てみたいっていうのも、まあ、監督だからあるとは思うんだけど、その選手がどんなプレーをするのかやっぱ一回見てみたいっていうのは多分あるとは思うけど、それをするなら、なんていうの、国内合宿だとか、もっとこう今ね、もうだって1月にやっぱ本ちゃんの試合が控えてる時間がないっていう中で、今じゃないよねっていうのは正直思いました。その見てみたい選手を呼ぶっていう時期は今じゃないよねっていうの、もう1月に本ちゃんそこに向けてちゃんと状態のいい人を呼んで、1月にはもう完成されたチームを作らなきゃいけないっていうのがもう第一ミッションにあるわけだから、そういう意味では今回のメンバー選考、そうやって幅広く見てってっていう中での選び方は少し疑問が残ります。じゃあ次いきます。 WE リーグが9月から始まり、日本の女子サッカーがプロアスリートに慣れていると思うが、多くの選手が海外に挑戦している。男子にも同じ課題はあると思うが、海外組は優先されると考えているのかに対する回答です。 WE リーグが始まって選手がサッカーに集中できる環境が作られて、これから強化につながっていくんじゃないかと考えている。また環境変化によって24時間をどうデザインするかで伸びる選手もいるし、良い影響を受ける選手がいると思う。日本では環境の改善によって選手が成長するきっかけとなっていると思う。ただ今お話をいただいたように、海外でも環境を変えてトライしている選手もいるのは事実。海外に行って活躍している選手だから優先するのではなく、あくまでもパフォーマンス、そのチームで何ができるのか、その選手がなでしこジャパンに入ってどういう影響をもたらしてくれるのか、それは日本の WE リーグで頑張っている選手も海外で活躍している選手も同じように考えていかないといけないと思っているだそうです。いや、まあそこに関しては同じだと思います。まあ、確かにその海外に行っている方が手っ取り早く成長できるっていうのは、まあ、一つあるとは思うけど、日本の国内で全く成長できないかっていうとそうではないし、日本の国内でも伸ばせるところはあるから、まあ、そこの両方を見てってしっかりとパフォーマンスをできている人を選ぶっていうのは、まあ、その海外も国内も関係ないのかなっていう視点は全くその通りだと思います。試合でだからその選手がその自チームで、まあ、海外のチームだったらそのチームで何ができるのかっていうのは見ているっていうコメントがあったと思うんだけど、自チームのパフォーマンスを見て選んでるのだとしたら、いつのどの試合を見たんですかって私は疑問に思います。はい、なんかさっきも聞いたね。だってなんか質問が似てたかな、まあ、海外組の話だよね。海外組を優先するのかっていう話で、うん、優先はしないよっていう、うん、平等に見てますよっていう、あ、そうだね、はい、話なんですけれども、海外組で試合にあまり出てない選手が招集されているという件についてですよね。でだからその、まあ、平等に見れているかどうかっていうのを今回のこの選考基準で
どうあっちゃんは判断するのかところだと思うんだけど、まあ、でもそれはでも国内でも言えるね。だって試合に出てない選手、国内で試合出てない選手入ってるし、海外でも試合それほど出てない選手が入ってるので、その試合にあまり出てない選手をじゃあどこで見てどういう判断で入れているのか、その今言ってたコメントでは、その選手がチームで何ができるのかっていうところを見てるって言ってたけど、それをじゃあどこで見てるのかっていうのは、はい、気になります。あとどれぐらいの、ね、選手を、海外の選手を把握しているのかっていうのによるし、多分私たちのシスタでフットボール海外マップ見てくれたかな、見てくれてるかな。いや、まあこの今の世の中でね、まあ、視察とかにまあ行けないっていうのは分かるけど、強引にねその映像を集めたりだとか、まあ、結果でもいいしね、その選手がどれぐらい試合に出て、でどれぐらい活躍してるかっていうのは結果でも知れることもできるし、まあ、本当にねいっぱいいたじゃん、シスタで調べたけど、いっぱいいたね、あれね、43人そう、全員一応こう把握して選んだのかなっていうのは、うん、気になる。ちょっと食い込んで聞きたくなったよねっていう、うん、今度さ、メディアシスタでチャンネルでさ、メディア申請してさ、オンライン記者会見、うん、あっちゃんちょっと出てみて。あー、ちょっと行ってみたい、うん、聞きたいこと多すぎてどうしようどうしよう。マリネーさんこの間の試合も試合後オンライン記者会見出てたから、あー、ちょ、申請通んなかったらどうしよう。申請の仕方とかちょっと分かんないんだけど、あ、でもちょっとやってみたい。直接ね話を聞くっていうのは多分結構重要になってくると思うから、でそうやって直接話を聞いて質問することによって、うん、あのお互いの個質を高めるっていう関係性にもつながっていく。あー、そうだね、はい、うん、そう思います。本当にやっぱりメディアの質が上がっていかないと組織の質ってのはもちろん上がっていかないと思うし、サッカー的な質問もそうだし、ね、いろんな視点からいろんな質問をこうしていって、お互いにこう成長していけるような関係性をメディアと築けるっていうのが一番理想だと思うから、思います。ぜひそこは浅野にこれからやっていってほしいなというふうに思ってそうね、まあ、正直ね今まではちょっとハテナみたいなのが浮かんじゃう感じだったからね、うん、ちょっとそこは私も一歩踏み込んでいきたいなと思っております、うん、ということで今回は新体制のなでしこジャパンについてお送りいたしました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、そしてハッシュタグシスタでフットボールへ感想、質問等をつぶやいてくださるとシスタはとても喜びます。喜びます。ということで皆さん今日もありがとうございました。またね。